になるので、理由は無茶苦茶ですね。それは後付けですね。自分でその説明ができるようになってないと初見の問題に対応できないから、はい、いやだからもしかしたらまだ全然ダメだから、もう同じ状況の人が受験生は大半です。でも自分同士できないだろうなってことは、やった関係者この辺とかも全部やりました。よし、はいはいはい、これ有名なもので、川合の教材にも入ってる。これこれ、はい、44有名な問題です。3番、正解。はい、なぜですか？ここに関係代名詞の省略があって、ここに動詞があるから、こことここで、あ、まあ、ここで文ができて SVになるので、理由はめちゃくちゃですね。だって関係代名詞の省略があるので、どうして省略だって分かるんです？名詞名詞の続いていたんで、名詞名詞が続いていたんでっていうのは、だってそれは後付けですね。だってこっちの2と4が入った場合、名詞名詞続いてないよ。in that は絶対バツって。なぜ in、 あの関係代名詞の that が、あの前置詞プラス that の形が絶対にありえないから、うん、だから2はバツです。なるほどね。でも、はい、in that って接続詞はあるよ。なるほど。in that っていう接続詞は知ってる？知らない。ああ、そうだね。なんとかの点でとか、なんとかだからっていう意味ですね。はい。さあ、じゃあまあいいよ。それは知らなかったっていうのはいいとして。じゃあ他、1はなぜダメなんですか？1は、うん、完全な文になってしまっている。はい。スレッ、スリープトが、うん、スリープト、スレプトね。あ、スレプトが、自動詞なので、はい、後ろに名詞はつかないで、うん、そこで終わるはずなんで、関係代名詞は不完全な文、後ろが不完全な文になるはずだから、うん、一応終わる。でもそもそも関係代名詞何もないですけど、名詞名詞の形が普通あり、まあまあまあいいや。じゃあ3を説明してください、それだったら、はい、じゃあ3がなぜ正解なのかをちゃんと説明しましょう、それだったら、はい、ここで、はい、まず関係代名詞の省略が名詞、名詞 SV の形で行な、うん、名詞 SV ね、名詞名詞 SV、 名詞2本だったね、はい、はい、それで起こっていて、うん、で関係詞で後ろにスレプト、スリ、スレプトがあってました。あ、スレプトですよ、はい、はい、それの、うん、あの自動詞なんで後ろにin何々みたいな、うん、カッコつけるって大変ですけど、うん、まあ、そういう感じのやつが来なきゃいけないので、そんなので納得できますよ。そんな感じのが来なきゃいけないって言ったら、はいはい、そして、はい、それで、うん、どこまで説明したっけ、いやいやいや、インナーっていうのがそういうのが来なきゃいけないという謎な理由を言ってたけど、はい、はい、後ろで、ここにイン、ミッチが本当は隠れているはず、うん、どこにどこに、ここインの後ろ、インの後ろに、はいはい、はい、まあ、そこにあるではず、うん、なのでこの文が、うん、正しい。ダメでしょそれじゃあ。まだそこじゃ正しい文になってないじゃん。じゃあいいでしょ、省略しない形を言ってください、だったら。As the bed I sleep, I slept. 今だって関係代名詞が省略されてるって言ったでしょ。じゃあ省略されてない文にしてください。その省略されてないの補って補って言って、はい。I slept in which last night. いや、そうおかしいか。当たり前だよ。すいません。はい。As the bed in which I slept last night wasn't very comfortable.カンパラボも読めないか。いいですね、めちゃめちゃ叩かれてます今。大丈夫ですか？あ、もう脱退とかならないですか、また。ちょっと心配です。でも自分でも思ってる人に説明できなかったので、うん、だからインウィッチにしたんだね、はい、いや、なんでわざわざ前に出したのか、まあ、別にそれでもいいんだけど、はい、As the bed which I slept in the region。 ああ、で別にインを前に出してインウィッチでも構わないですけどね。だから4番っていうのはウィッチが入ってないからダメなんだけど、はい、はい、なるほどね。だからまだ全然やっぱ基礎ができてません。でこういうのをきちんと説明できるようにしなきゃいけない、はい、だってそのスタサバ見てんだったら関先生がちゃんと分かりやすく説明してくれてるはずだから、はい、それを自分でも理解して自分でも説明できるようにならなきゃいけない。分かるだけじゃダメです。自分のものに落とし込まなきゃいけないから、そこまでできるようにならないといけません。ちょっと気合入れてもう一回やる。じゃあなんでこれ関係代名詞が省略されるときってどういうときなんですか？名詞が長いとき。あ、違う、バカなことを言うな。あ、すいません、ちょっと名詞が長い、どこの名詞、しかも前の名詞が長いとき、後ろの名詞が長いとき。ちょっと今の忘れてください。それはそうだ、はい、名詞名詞の順、省略されるわけですよね。そうです、うん、どういうときに省略されるんですか？
まあ、だから総計レベルの説明とちなみにマッチレベルまでの説明は違うんですけど、次元が違うんですが、さあどういう時に省略されますか。私が求めてるのはその日東駒線レベルの説明です。どういう時に省略される。そうですよ、それだって省略って言ったんでしょ。省略って言ったってことは省略が起こる条件があるはずですね。条件、はい、あります。条件が、すいません、考えたことなかった。いやじゃあだってどうやって説明できんのこれ。この関係代名詞、ほらウィッチの省略であると、はい、でこのなんでウィッチが省略されるのかって。ああ、なんでウィッチが省略されるの。そう、ウィッチ省略可能な時ありますね。え、マジで考えたことない。だから目的格の関係代名詞を省略できるっていうのを知らなきゃいけないですね。何ですか目的格の関係代名詞って。 SVO この、あの O の部分の関係代名詞だから、 O の役割をしてる。これ in って前置詞ですね。前置詞の後ろに目的語を書きますから、前置詞の目的語の役割をしている which は省略可能ですねってことです。はい、そういうので、だから今言っても多分ボーっとしてるだけだと思う。はぁってなってて、ああそうだなるほどって思ってないから、だから基礎が全然できてない。はい、もう一回スタセップを見直します。いやだから、まあいいよ、それ見直しても自分で出せなきゃ意味がないんで、なるほど面白いで終わってちゃダメですからね。自分でその説明ができるようになってないと初見の問題対応できないから、はい、いやだからもしかしたらまだ全然ダメだから、もっと下のレベル、いわゆる肘井先生のゼロから英文法とか、あの辺のレベルに下がんないといけないかもしれないですね。だから問題は書いてあるのはわかるけども、自分のものに何もなってないっていうのがまあわかる感じです。はい、はい、だからこのままいけば当然繰り返されるだけだから、うん、何も理解しないでいっちゃってるから当然結果は同じになる。あ、それ大丈夫なの親御さんはその辺のことは。いや、ちょっと今もう一回塾のことちょっと相談してみようと思いました、うん、バイトしてる場合じゃないです最初は。だからね、ちょっとはい、わかりました。そうだから説明できるようになってないといけないんで、はい、ただ塾行っても同じだからね、そのただ授業聞いてああなるほど分かっただけで終わっちゃダメです。自分で説明できるところに行かないとできるようにはならないので。はい、わかりましたか視聴者の皆さん。こういうことでしょ。はい、だから時間をかければいいってもんじゃないんですよ。きちんと自分のものにする、自分ができる、自分がやってできるようにするっていうところにすることが大事なんですよ。はい、いい証明になったと思います。はい、そんな感じで説明できるとこまでやるっていうのを頑張ってみてください。じゃあまあちょっとね、なるべく早い時期にちょっと平さんにもやってもらおう。これは、これは繰り返される可能性が高いので、はい、はい、勉強のやつを叩き直してもらうのと、あと何記録はつけてるちゃんと勉強なんですか。今日ここからこれやったとかどうやって決めてんの。1日のやるやつ適当。いや1週間でなんか決めて、それでやってるって感じです。いや予定を立ててここからここまでやる、はい、で毎日どこからどこまでやったかとか、そんな感じで書いてんの記録してる。あ、1日のやつをやってて1週間まとめてのや、やって、って感じです。なるほどね、根本から直さないとダメですね。はい、はっきり言えば、ま、無理だよ。このまま同じことをやり続けても何浪しても無理です。あ、なるほど。早稲田は今のままだと本当に日東駒線も危ういだろうなっていう感じです。その理解度と自分でできるようになってないままやるといつまでたっても同じのが繰り返されちゃうので、はい、そこの勉強をしていくって感じになりますね。まあちょっと平さんと早いとこ言わないと、いけないと思いますね。はい、という感じでした。はい、なんでまあ見てる皆さんにもね、参考になったと思いますので、多分同じ状況の人が受験生は大半です。ぶっちゃけだって入試って落ちるものですから、大学入試は。だからほとんどの人は、まあコメントにはめっちゃ叩かれますよ。あ、めちゃめちゃ叩かれるけど、はい、こっちが普通ですから受験生って。こうやってで、なんとなくやった気になってる、答えは出せる、そう答えは出せるんですよ、覚えてるから。でも初見の問題見たら手も足も出ない。なぜかっつったらそれは自分で説明できるレベルまでになってないから、そういうもんだね。そういうもんなんですよ。自分はそれができたんで、まあ浪人時代ですね、まあ高校現役時代はまさにこれでした。そう、同じ説明できない、問題は覚えたっていう感じだったのが、浪人時代はまだ読解とかはその全然最後の方までできるようにはならなかったですけど、文法に関しては説明できるレベルになってたので、授業で習ったことを自分で再現できるっていうところに行ってたんで、そこが大きな違いかなと思いますね。はい、ここでぜひ参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。